キラーアイとマリノ・ジェノバです。来場ポイントで当たった、ゼッケンですね。はい。先ほど札幌記念の動画を上げましたが、今度はですね、北九州記念の動画を、上げたいと思います。はい。でですね、番組の後半にですね、愛馬の近況、はい。出走がですね、9月の15日に、予定してます。中山の芝1200m です。そちらの方は番組の後半に、お伝えしたいなと思います。それでは予想していきましょう。アタック、ホーザッジェネレーション。はい、第54回北九州記念 G3 になります。はい、過去10年見ていきます。44回2009年です。ここは年の節の2枠が3着出てます。ここは45回で4たす5で9になります。1たす8で9になります。18番です。絡んでます。これそれぞれに、2枠、8枠、3枠、1着から3着出てます。ここは4枠出てますと、3枠絡んでます。日の8枠絡んでますと。こちらは月の整数、4枠出てます。こちらは3着が5だったですから、月と日は。でちなみにこれ、3着14番だったのがバーバラっていう、うちのクラブの馬です。今年ね、ロードカナルワートの、子供、来年デビューですかね。もう満口になってます。はい、ディープの子だったですね。はい、49回はこれは4枠が2着3着絡んでます。4たす9で13、1たす3で4になりますから、年が7で7番出てます。50回で 5番が 2着に絡んでます。比嘉さんです。3番3枠と絡んで、こちらが月の7枠絡んでますと。5たす1で6枠が1着3着絡んでますと。で9番は年の整数、8番が月の整数だったと。で、こっち、2017年は、月の節の9番が1着。で、昨年がですね、年と日が11番ですね。1たす1で2になります。で、今年は、となるんですが、ちょっと傾向がつかみづらいと、この開催会のもそんな出てない。ですが、例を取ればですね、今年は3の年なので、前回3の年だった2010年で、今年は54回ですので、前回45回だったので4たす5で18番が絡んでました。だったら今年54回5たす4で18番が有力なんじゃないかなと。人気ですけど、ミライトーンかなと。で、これらがですね、前回は枠で出てるんですね。枠で上位独占っていうのがあったので、今年この枠は来そうだなと。2枠3枠有力なんじゃないかなと思います。で、その中でも2枠のアレスバローズ、5番ディアンドルは有力だと思います。で、私はですね、どちらかというとこちらの方が、アレスバローズの方を押したいなと思ってるので、本戦は、ミラーアイトーン来るとかとしての絞ったやつですね。アンバルトの31-18で穴ですと、アレスバローズからですね、ラインスピリットとかエントリーチケットとかね、ダイミアプリンセスっていう穴で、穴ならこの3点をお勧めしたいかなと思ってます。はい。で、個人的にはちょっとね、今まだミラーアイトーンはしょうがないのかなとこれ見たら思っちゃうんですけど、アレスバローズからもうちょっと買っ
って、何点か点数多く買ってみようかなというのも考えてますし、ちょっとね、ディアンドルを絡めて18番っていう、作戦も考えてはいます。いずれにしろこれは買います。はい。で、ミライトーンでしょうがないのかなという気もするんで、ここでちょっと考えてみたいと思います。はい。競馬予想以上になります。はい。ここからはですね、愛馬の近況ということで、お伝えしたいと思います。ですね、愛馬の近況のまとめの動画はね、別で上げてるので、そちらの方にね、血統とかも詳しくやっておりますので、ご覧になってください。はい。スノーレイズです。今のところですけど、9月15日日曜日ですね。秋のこの中山芝1200メートルの新馬戦メイクデビューを予定しているようです。はい。まあ、ちょっとどうですかね。まだ1ヶ月間あるといえ、ちょっとやっぱり1回使われてかなとはいうふうには思ってますが、馬券も買って応援したいなと思います。中山に行くかはどうかは別としてですけど、皆さん注目して、応援してあげてください。よろしくお願いします。